はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、プラネットクラフターね、今回もやっていきましょうか。現在こんな感じになってますね。酸素、温度、気圧、バイオマス。バイオマスね、結構行きましたね。うん。テラフォーミングがね、全体でこんな風になってて、まあ今、昆虫 0.24% ということですね。それでね、あとですね、この設計図のね、まだロック解除できてないものが、あとこの3つなんですね、相変わらずね。うん。で、まあ、こっちはね、まだまだ当分先なんですけども、これですよね。ツリースプレッダーのティア2、まあ、酸素ですね、酸素。酸素が今めちゃくちゃ弱いので、今回ね、ちょっと酸素のね、ブーストをしようかなということで、早速やっていきたいと思います。よしよし、じゃあね、酸素のブーストということでね、ということはもうこれですよ、これ。これですね、はい、来ましたね、ロケットでございますよと。でですね、酸素のロケットはね、これかな？酸素乗数 1000%。確かにね、これね、前やったんですね、バイオマスのロケットね。これやってなかったですね。種子散布ロケット。宇宙から種を撒き散らすこと、種を撒き散らすって。うん。ですね、これ。これやりましょうかね。で、ちなみになんですけど、こちらですね、ロケットのね、この打ち上げ場なんですが、ここにね、こんなものを作ってみました。これ、仕組みはね、簡単で、こうですね、ちょっと下から行きましょうか。こんな風ですね。ここにね、足場を、このロケットの発射台自体にはね、何も建築できないので、この横ですね、ちょっと待ってくださいよ。これかな？うん。ここですね。ここにね、土台を置いて、こんな風にしてみました。はい。でね、ちょっと行きますね。そうすると、ここにね、ほら、必要なものがこう入ってて、いちいちね、拠点に取りに帰らなくても、まあいいということで、こんなのやってみました。これね、意外と便利なんじゃないかなと思うんでね。はい。よし、じゃあ、行きましょうかね。ロケットエンジンとバクテリアサンプルと変異源と何やらかんやらと。じゃあちょっと支度しましょうかね。これと、それから超合金が2個と、ロケットエンジンですね。これで一発 OK かな。あ、ちょ、バクテリアサンプルが、あれ？バクテリアサンプルですね。おう。バクテリアサンプル、ちょっと取っていきましょうか。しまったな。それ忘れてましたね。よしよし。バクテリアサンプルは、あははは。予備がなかったな。よし。じゃあ、しょうがない。バクテリアサンプル作りましょうか。これですね。はい。ちょっとじゃあ、用意したいと思います。よし、持ってきた。これね、たくさん作ってきましたね。これをじゃあ、ちょっとここにセットしておいてと。こんな感じですかね。とりあえず一発分いきましょうか。よしよし、来ましたね。よしゅー。はい、どんな感じ？おー。あ、すごい。これまた立派ですね。いいね。ちょっと待って、これどんな感じかな。あー、いいっすね。あの、そこがね、あの、真ん中のとこがなかなかいい感じですよね。立派ですね。いいね。よし。じゃあ、これをね、早速打ち上げましょうか。いきまーす。発射ーっと。さあ、いってらっしゃい。ですね。よし。じゃあ、これをね、ちょっとまあ、一発と言わず、三発ぐらい打ち込む。三発、四発？1、2、1、2、1、2と。それから、1、2、3の1、2、3の1、2、3と。よいしょ。わー、来た！あ、またこれあれか。バイオマスロケットと同じ感じですね。わー、すごい。緑の世界だー。めっちゃ綺麗。すごい。なんかバイオマスの時よりも、どうですかね、なんか緑が増してる気がする。ちょっと早速じゃあね、2発目いきましょう。2発目、めっちゃ綺麗じゃん。いってらっしゃい。3発目。これどうなるんだろう。あれ
いってらっしゃい。あれあれ、あははは、2本重なってるよ。あー、ちょっと待って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 、あれどこ行った、あれあれ消えた。なんか今重なって引っかかってたけど消えちゃったな。まあいいか、どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。はい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 。はい、いってらっしゃい。よいしょ。行け行け行け。ゴー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 。よし、これ何発撃ったかな、全部で。結構撃ちましたよね。はい、音もなく行ってらっしゃいと。よし、ちょっと中見に行こうかな。どうなったかな。結局で、もうブーストですよね。もうロケット爆裂ですよ。あ、酸素がめちゃくちゃ速くなった。うおお、すごい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 。タタタタタタタって動いてますね。めちゃくちゃじゃん。ほらほらほら、ここのスピードがぐんぐん上がっていく。もうあれだな、ちょっとこうなったらもうありったけ全部打ち込んじゃおうかな。まだねありますからね。1,2、あともう3発ぐらいしとくか。さすがに1,2,1,2,1,2と。それから、1,2,3 の1,2 の1,2,3。樹皮が1個足りない。樹皮を1個取りに行くか。いや、いいですね。この神秘的なね、この緑の世界ね。これ結構好きだな。よし、これも取ってと。行きましょう、行きましょう。もう立て続けにね、行っちゃおう、行っちゃおう。うん。はい、行きまーす。これなんかもうあれですよね。もうなんかちょっとした反則ツールですよね、これね。打ち上げる、打ち上げる、打ち上げる。ああ、揺れてる、揺れてる。いけ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 。よしよし、3つ目。ああ、ロケットか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 。いけいけいけ。ゴー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 。あれ？また消えた。これなんか引っかかっ、ああ、いるいるいる、こんなとこにいる。おーい、大丈夫か。すごい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 。やばい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 。やばい、こんなとこに引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。おわー、荒ぶってる、荒ぶってる。おー、すごい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 。ああ、大丈夫か。これ、どうにかならないのかな。よいしょ、これちょっと押して。ダメか、ダメか。おりゃ、ちょっとこう。ダメだ。あ、消えちゃった。まあ、時間が経つと消える感じですかね。面白い。ロケットが荒ぶってた。そしてね、この緑の世界ね。いいね。あー、向こうのね、ちょっとあれも見に行こうかな。前回やったやつね。これっすね、これっすね。そんなにめちゃくちゃな成長はしてないのかな。これもう止まっちゃったのかな、もう。ああ、もう成長止まってますね。これが限界か。へえ。いや、でもすごい綺麗だな。めちゃくちゃいいね。いいよ、いいよ。よしよしよし。さあ、ちょっとじゃあ拠点に戻ってね。もう一回見てみましょうかね。ほら。めちゃくちゃだよ、もう。800、さっきいくつでしたっけ？すごいスピードで上がってる。ね。うん。とはいえね、これまだまだね、7.50ppm ってなってるから、桁が変わらなきゃいけないですよね。うん。さあ、待ってる間にですね、酸素の方がね、次の単位の方に行きましたね。1.73ppm まで来ました。ということは、ですね、あと 7.50 まで。まあまあまあ、まだありますけど。うん、でもね、一気にね、ここまで来ましたね。まあ、もうちょっと粘ってって感じかな。うん、うん、うん。あとは、まあ、ロケットをね、いっぱい打ち込んだんだけども、今現在ですね、酸素の方でプラスにできるのが、バイオムードのティア2でしょ ?1450。あとは何があったかな、ツリースプレッダーね、前回やったやつ、これ920か。バイオマスもあるけど。
ですね、このグラスとかだと100、種まきこれ161、フラワースプレッダー325、バイオドームのティア2が今現状では一番強いか。うん、ですよね、1400だからね。ツリースプレッダー、そうっすね。まあでも確かになんかちょっとあれですね、こうなんですかね、この風景をね作っていくならツリースプレッダーもいいんだけど、あれちょっと待って、ここがねなんかいまいち、これ入れたかな、あれ入ってるね。これがなんかあんまり機能してないですね。うん、これあんまり場所が良くないかも。これじゃあちょっと待って、これね場所変えちゃおう。あんまりこれいい場所じゃなかったみたい。よし、ですよね、こんな風になってないからな。どこにしようかな。まあそこにしましょうかね。ここにするか。これですね。これを、ちょっとじゃあ、このギリギリのところに立てて、こうして、で、忘れずにね、これ入れてちゃんと。よしよしよし、こうしよう、こうしよう。で、ここのね、ちょっとこんもりしてるところ、ここがまあ、軽くね、こう木が生えてるみたいな。うん。ですね。はいはい。よしよしよし、こうしとこう、こうしとこう。うん。あ、来ましたね、ほら。見えるかな、ちっちゃいなー。おお、来た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 。いいっすね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。よしよしよし。うん。まあ、こんなとこですかね。はい、というわけでございましてね、今回は酸素のね、ちょっと値を頑張って増やそうと。あ、もう 2.04ppm になっちゃった。うん。ちょっとブーストということでね、ロケットをね、打ち込みまくりました。おお、これもう時間の問題だな。うん、いけそうですね。ですね。あ、昆虫も 0.42 まで来た。0.22 だったかな、確か。今日ね、最初のところね。まあ、こうしてみるとね、この緑の範囲が、苔の範囲が随分広がったんだけど、こっちがですね、こっちがまだ砂漠みたいになってるな。ですね。はいはいはい。まあ、あとね、まあ、今ここには映ってないんですけども、この右の方とね、これから、それから上の方ですね、はまだ探索がね、できてないので、ちょっとそっちの方のね、探索も行かなきゃいけないですね。はい。っていう感じでございます。まあ全体のね、テラフォーミングの方の値は79か。まだ今 7.25 ですからね。っていうことは、まあ温度も気圧も引き続きですね、多分この値がまだちっちゃいんだよな。これ総合的ですからね、こっちはね。うん。なので、全体的に全部ビルドアップしていかなきゃいけないって感じか。ですね。うん。まあそもそもね、まだ、どうですかね。例えば、ヒーターとかもね、これまだ、ティア4が1、2、3、6機しか置いてないし、もっとやってもいいんですけど、ちょっともうこの辺りね、なんかごちゃごちゃしてきちゃったから、うん、少しね、もう少し場所を広げてもね、なんか第三拠点ぐらいのイメージで、ちょっと活動拠点を、まあ例えばね、この湖の上の方とかにね、うん、なんか古城の拠点みたいな風にしても面白いだろうし、ですね、なんかちょっと考えたくなりますね。うん。まあヒーターだけどっかにもっとね、集めて寄せておいちゃうとか、発電関係だけね、発電所みたいに、今屋根の上にポコンと置いてるんですけども、ちょっとまとめてもいいかもしれないですね。どっちにしても、待ってる時間がまだ結構ありそうだから。うん、ちょっと建築の方をね、やれたらなっていうところでございます。あと向こうの方の探索いいね。はい、それもやっていきたいと思います。はい、というわけでございましてね、今回はここまでとなります。それではね、また次の動画でお会いしましょう。